こちらのアトラクションは観覧車サンシャインボールです。ゆっくりと一周するゴンドラからミシュラム最高の景色をごゆっくりお楽しみいただけます。よろしければどなたかとご一緒にいかがですか？誰を誘おうかな。よし、リーシャを誘ってみよう。ではチケットをお預かりしますね。2名様ご案内いたします。観覧車っていいものですね。ゆったりしていて静かでとても落ち着くというか、家族連れやカップルに人気があるというのもなんだかわかる気がします。確かにな。それに聞いた話だと頂上からの景色も格別だそうだよ。それは楽しみですね。それじゃあ頂上に着くまでいろいろお話でもしませんか？ああ、それなりに時間がかかるだろうし、いいかもしれないな。なんだか眠そうにしてるな。毎日練習で大変だろうし、ビーチの疲れもあるのかも。もうすぐ頂上に着きそうだけど、このまま寝かしてあげようかな。起きちゃったか。すみません、ついうとうとしてしまって。謝ることなんてないさ。それより、もう頂上なんですね。周囲が広大な湖に囲まれてとっても綺麗な眺めです。ああ、いい景色だよな。でもこんな密室で二人きりの時に眠ってしまいそうになるなんて、いくら安らいでいたとはいえ、もし相手がインの標的だったら。リーシャ、もしまだ眠いんだったら気にせず寝ててもいいんだぞ。下に着いたら起こしてあげるしさ。いえ、あまりに綺麗なのでほうけていました。気にしないでください。そろそろ到着みたいだ。リーシャ、降りようか。はい。とても楽しかったです。ありがとうございました。ああ、俺も誘ってよかったよ。それじゃ、また後でな。はい、また後で。ホラーコースター。人呼んで、ルナティックゾーンへようこそ。こちらは、モンスターの住まう館を、たった一丁の動力銃で駆け抜ける、恐怖のアトラクションでございます。よろしければ、どなたかとご一緒にご入場されることをお勧めしますが。誰を誘おうかな。よし、
エリーを誘ってみよう。ホラーコースター、本当に入るのね。俺がついてるし大丈夫だよ。しっかりエスコートさせてもらうからさ。ええ、頼りにしてるわね。ではチケットをお預かりします。モンスターを倒すための動力銃は乗り物内に設置されております。どうかご無事に帰られますよ。があんなに近づいてくるなんてびっくりしちゃったわ。まあ思っていたよりも怖くはなかったし、楽しかったのは確かだけど。楽しんでくれたなら誘ってよかったよ。それじゃあまた後で。ええ、また後で。占いの館へようこそ。ここでは凄腕占い師の先生にいろいろと占ってもらえちゃいます。2名様までお入りになれますが、どうされますか？誰を誘おうかな。
よし、ティオを誘ってみよう。チケットをお預かりしますね。それではお入りくださいませ。いらっしゃい。さあ、こちらの椅子にお座りなさい。はい。話に聞いてた通り、エキゾチックで神秘的な人だな。ええ、それに顔は隠れてますけど、かなり美人の方みたいです。どうしたのかしら。人の顔をジロジロと見て、順番待ちの人もいるからすぐに取り掛かりたいのだけど。あ、すみません。よろしくお願いします。ではその前に、まずはあなたたちの血液型を教えてもらえるかしら。血液型ですか。ええ、正確に占うために必要になるものなの。もちろん無理にとは言わないけど。いえ、それくらいなら。俺の血液型は O 型です。私の方は AB 型ですね。どうも。では今回は何を占うのかしら。それじゃあ、ティオ、何か占いたいことはないか。私が決めてもいいんですか。そうですね、私とミッシーとの相性というのを占ってもらえませんか。ミッシーとの相性。ええ、今後もミッシーと触れ合って生きていけるか、ぜひ占っていただきたいです。うん、なかなかユニークね。いいでしょう。不思議なオーラが近く。これは一体。あなたとミッシーの相性はどうやらかなりいいようね。あなたが愛する限り、ミッシーは必ず答えてくれるはず。この先も数々のミッシーグッズやテーマパークでの触れ合いが待っている。私に見えたのはこんなところかしら。ありがとうございます。まあよかったな。ミッシーは必ず答えてくれるってさ。ええ、ファンとしてこれ以上のことはありません。それともう一つ、近いうちにあなたのミッシーへの思いを試す大きな試練が訪れる。そんな暗示も出ているわ。せいぜい気をつけることね。望むところです。どんな試練が訪れようと、このミッシーへの愛を揺るがすことなどできない。それを証明してみせましょう。応援しているわ。ダメだ、ツッコミどころが多すぎて処理しきれない。あの占い師さんにはかなりのオーラを感じました。やはり噂の占い師だけあって、ただものではなさそうですね。確かになんだかすごそうな人だったな。さてと、それじゃあ俺は一旦ここで。え、それではまた。We'll be right back.
you